新日本ショーアゲーポッドキャスト。はい、どうも皆様こんにちは。カラ元気。いやー、肩パン飛んできた。久しぶり。カラ元気。カラ元気じゃねえよ。落ち込んでないよ。やらかしてないです。はい、どうも皆様こんにちは。新日本のわけポッドキャストの時間がやってまいりました。霊霊者マルコでございます。怒ってないです。笑顔でね。広瀬和夫プロデュース、こちらマルコマキスモット。新日本のわけの落語会の宣伝のためにやっております。この、ポッドキャストでございますが、落語会じゃなくてポッドキャストでございますが、まずは私が霊霊者マルコ、立川こちらです。はい、電話中だったので挨拶をしたけど無視されました。三遊亭満喫です。あれ収録前な、大事件だね。それ無視したわけじゃなくて、やっぱり焦点出たからね。いや、そういうことでもなくて、ね、増長してるね。増長してないです。ちょっと無視した人が誰なのかがまだ進んでないのに。わかった、誰だろう。まあ傷つきましたね。そうだよね。それだけです。満喫です。無視してないです。はい、我々のプロデューサーがこちら、広瀬和夫です。よろしくお願いします。いやー、やめてください。急になんですか、増長してるだろなんだの。いやいや、マルコさん、あの、はい、焦点見ましたよ。ありがとうございます。もう面白かったですね。ありがとうございます。3週連続でね。いや、すごいね。すごいですよ。だってうちの師匠だって2週までだったのに。あ、そうか、そう考えた。そうだよ、はい。まあまあ、何、志らく超えたみたいなこと思ってないです。気持ち的になんで急にそのぶっこんでくるんですか。あんまり志らく師匠の話題はやめましょう。またエゴサーチしますよ、志らく師匠は。しますね。したらまた俺謝るもん。あ、そうか、動画を通じてね。動画通じて。俺を超えたと思うなよ、マルコってつぶやかれますよ。うん、まあ、それは光栄なことですよ。名前出してもらえるやん。いや、きっとね、自分のレギュラーをね、バーッと上げてね、うん、こういうの。広瀬さん、広瀬さんが辞めるって言ったんだよ。なんでそこ黙ってられなくなっちゃうのかな、この人は。そうだね、何がしかの、そのね。僕は志らく師匠大好きなんですよ。で、広瀬さん、そこも、うん、そこも込みで、次の話題いきましょう。続いてのニュースはこちらです。続いてのニュースは、でもさ、あの、あれですよね、笑点で、あれですよね、あの、なんか、宮治とやり合った。やり合いましたね。どんな感じでしたっけ。だから、宮治が、まあ、最初私のこといじってきたんで、なんか食っちゃったみたいなやつ、はい。そうですね、あの、飲食店で、なんとかして申し訳ございませんでしたと謝ってください。うん、で、翔太師匠が私がどういうことなんだって言いますから、また返してくださいって言うんで、で、宮治さんが、あの、チャーハンを持ってきたのに半チャーハンになって申し訳ありませんでした。どういうことなんだ、マルコが食っちゃいました。と、冗談じゃねえぞと。じゃあ、はいはい、はい、じゃあ、マルコ君。カブト煮のご注文なのに、鳥カブトを持ってきてしまい、すいませんでした。どういうことなんだ、翔太師匠が来たらこれ出せって宮治に言われたんですっていう、まあ、この、いわゆる笑点のやり取りですね。これやりながら、あ、俺笑点みたいなことやってんなと思いましたよね。いやいや、面白い、面白い。面白い。あの、小学校の時見てた、あの笑点の、あ、見解は。憧れの。憧れました。憧れの笑点に出て。憧れましたよ。笑点やってますね。すごい。あれやってたなと思って、ね。コンペ師匠はその時は。コンペ師匠ね、その時降りてこなかったんですよね。ああ、そうです、前回あんまりお世話になったのに。話してた、ね。はい。じゃあそれは歌丸師匠が降りて。歌丸師匠降りてこないですね。だって、やり合うと言ったらやっぱ歌丸師匠。そうですね。まあ、どっかには降りてきてる。じゃあ、小遊師匠。円楽師匠も降りてきてましたよ、多分。円楽師匠来てるからね。あ、仙台、仙台の、ね。仙台の、ね。仙台のね。男子は、男子は男子師匠まではちょっと遠すぎて分からなかったですね。降りてきてたのかもしれないですけど。なんで他の人は分かったの、降りてきたの。男子だけちょっと分かんないらしい。ちょっと分かんないね。ね、不思議だね。ね、師匠は仲良かったのにね、幕府師匠はね、うん。師匠は仲良くても、私は男子師匠と仲いいとかそういうわけじゃないですからね。あ、なるほどね。そうです。テレビで見てたあの笑点メンバーは。誰だよな、誰と仲悪いんだよ。の聞こえました？聞こえたよ。すいません、僕には何も聞こえませんでした。お前が言ったんですよ。大丈夫か？すいません、僕には何も聞こえなかったんです。すいませんでした。いや、孫弟子とは仲悪いのにと思っただけですから、すいませんでした。孫弟子と仲悪い。
どの孫弟子？男子師匠の孫弟子とは仲が悪いのになと思っただけ。いや、円楽師匠の孫弟子とは、うん、あ、仲良しです、ありがとうございます。え、万吉ちゃんって孫弟子なんだ。孫弟子、円楽師匠からすると5代目のね。あ、そうか、はい、あ、すごいね。じゃあこうちょっと孫弟子が揃ってんじゃん。そうです、孫弟子が揃ってるんです、まあ、誰だって誰かしらの孫弟子当たり前です誰かしらの孫弟子で、子さんの孫弟子、子さんの孫弟子、ね、私はこんな奇跡があるんだね。なんで、孫弟子しかいないよ、だって。いや、当たり前だよ、世代が違うだろ。でも子さんからさ、ひ孫弟子になってる。そう子さんからひ孫弟子だから、ちょっと格下なんだよね。だ, だから威張ってんだ。威張ってないですよ、威張ってる。なんで威張ってることにしたいの。兄さん、やめろよ。兄さんって言いながらグーで殴るやつがどこにいるんだよ。威張ってはいないけど、まあ無視はしてるよね、人のことをね。いや、してないでしょ。ちょっと電話しててね。ああ、そうそう。ちょっとペコッとしたでしょ。そうそうそう。まあ相当大事な内容だったんじゃない。ああ、どんな内容だったんですか。まあちょっと、話か人生の根幹に関わることでしたよ。そんなに根幹に関わってる。やばい。かなりなことだよこれ、うん、なんか彼の目を見て、うん、この話題が出てたの、うん、死んだから、うん、彼の目が死んじゃったから、うんうん、その話題がどうでもいいんじゃないですか、うん、いいね、うん、この死に具合を見るとポッドキャスト収録前に ね, ね、うん、どんな落ち込むような話題とかいいんじゃないですか。そうだ、まあ、多分何かをね先延ばしその通り、ご明察そのツケが回ってきた、怒られた、はい、怒られたんだ収録2分前に怒られてました。怒られたんだ。いや、でも意外といくつになっても怒られるよね。あ、そうですね。あ、そうですか。怒られる。小白師匠も怒られることなんてあるんですか。怒られるね。いや、あるでしょ、この人は。どう見たってあるこの人、ある人ですよ。どうかまあ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 、怒られるかな。怒られますか、まあ、怒られますね。落語界的にってことですか。もういろんな、いろんなシチュエーションで怒られる。お医者さんとかに怒られるじゃん。医者には怒られるなぁ。聞かなくたってわかるよ。なんで言うこと聞かないんですかみたいな。お医者さんは怒るし、あと幅さんも怒るからね。ああ、ね、なんか知らないけど。芸人人生の根幹に関わるじゃん。そうそうそう。それはおばさん、ね、おばさん言うからでしょ。え、なんでおばさんの自覚がないのが僕はおかしいと思うの。また怒られる。聞いてるからね、幅さんこれ。そうだよ。でも耳鼻科の先生とかすごい厳しくないですか。なんか知らないけど。厳しい。なんで厳しいんだろう。なんかね、あの、そう、女医に限って厳しいんだよ。もうドンピシャだよ。でしょ。耳鼻科の女医。でしょ。うん、俺はあの何、うん、あの循環器系の女医を。女医ですか。やっぱ厳しいよね。僕もあのあれ、喘息の女医さん、うん、ほら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 、厳しいでしょ。大そうなのよ。厳しい。女医とか当たったことないですよ。あ、あの見分けがつかないですよ。オスかメスか。マルコの場合は。オスかメスかないんで。そういうことだね。まあ、女のお医者さんに診察してもらったことないよ。でもどうやって、厳しいんですか。厳しい。注射とか持てるのこれ。大丈夫。ひずめじゃねえ。今豚の足の手つきしてんだろう。いや、してないです。してないです。俺の親友をひずめ扱いするんじゃないよ。親友なの。親友だったのか。ひずめが本体になってるじゃねえかよ。そうだよ。俺、おい、ひずめ、俺の友達は伸びるんだぞ、爪が。伸びるのか。ひずめの先にある肉体ではなく、ひずめのこと言ってたのか。豚足の部分もだから、俺が認識してるのは。豚足ね。そっから先はちょっと。豚足。池豚ってやっぱり水かきがあるんですか、ね、知らない。知らない。池豚じゃないから。いやいやいやそう、ポケモンみたいなもんだからね。そう、進化するな、そうなると。何段階か進化するんです ね, ですね。いずれは。シンゴジラみたいな感じで、新イケブタ、新イケブタ、すごいすごいな。新ウルトラマン見ました。見ましたよ。面白かったですね。もうあのメフィラス星人が、へえ、あ、マキちゃん見てないの。まだまだ見てないですね。俺見たよ。紹介ですね。福岡で見た。へえ、福岡のアイマックスシアターで。福岡なんて遠いのによく行きましたね。津島だから。もっと遠いんだ、津島の。そうか。津島にはないからね、映画館でね。そうそうそう。福岡でないと見れないから。わざわざ福岡まで行って、うん。トップガン見ました。トップガンまだですね。面白いんだって。見ない。すごい面白いらしいですね。すごい面白い。うん、すごい面白いんだって。でも見る前に、はい、昔のトップガンを見てから、うん、だからそのまあなんか。アマゾンプライムかなんかで見ておけば、は
あ、なお面白い、面白い、情報があった方がなお面白いと。そうなんです。玄人向けだね。そうなんです。それをね、僕は怠ってしまって、あとから失敗した人がいるからね。あ、はい、あ、じゃあそれも確実な情報しないように。そうだそうだ、うん、そうだ、ね、昔のトップガン見てないんです。だから幅さんは 前の日に見てから、あ、予習していったから。やっぱりそういうとこちゃんとしてんのよ。あのバーバーババって言うな、ババって言うなよ。口が裂けても言うな。繰り返したババババって言うな。本当だよ。ね、でもいよいよあれですね、はい、唐突ですけど、ようやくこの話題に来ました。落語会を、はい、7月の16日ですね、うん、もう来週の土曜でございますが、うち幸い町ホールで1年ぶりに我々の落語会、うん、久しぶりよ、もっと新日本の話芸を行います、うん、チケットは完売でございます。ありがとうございます。完売なもんね。もうそれだけ待ちわびてたのお客さんが。そうですね、もう即日完売だったみたいですね。でしょ、だからチラシなんか作んなくてよかったんじゃんよ。いいじゃないですか、ちょっと作った方がね、作ってどうすんの。ちょっとツイッターに添付してね、あ、こういうのがあるんだなみたいな、当日貼るとか、市民性があるじゃないですか。手書きでよかった、手書き。そうだよ、文字情報だけでもいいんだ、だってもう売れちゃってんだから、うん、まあまあまあ、でもね、後日出来上がりましたっつったってさ、配ってもしょうがねえし、うん、何考えてんの。記念だから費用対効果を考えてやってください。その経費が無駄だって言いたいんですか。おっと、チラシ無駄にすりやがってって言いたいんですか。師匠に対して言うようになったね。結構今回ね、すったの。すりますよ。いやいや、さツイッターとかさ、はい、あ、ごめんね、ツイッターとかさ、ツイッターひろゆきか、ツイッターって言いやがる。ツイッターだろ、なんで謝ったんだよ。そういうところで画像で出すっていうのはありだと思うけど、はい、紙で印刷したってなると俺はもう信じられないね。当日来たお客さんに配るの。いる？いります。チラシ、まあ、ご来場の記念に。そう、だって当日来たお客さんは、はい、広瀬さんの文章を受け取って帰るだけで十分なんだからさ。まあまあ、それも大事ですしね。そうでしょ、それもやっぱ来た人でしかもらえないやつですけど、毎回やってるやつですよね。そうそうそう、今回広瀬さん書きましたよ、うん、あの誰かを褒めてるっていう、うん、広瀬さんの文章を、うん、今回はね、その、まあ、10周年ということでね、うんうん、まあ、10年だって、10年前にね、うん、あのだから成城ホール、あの北沢タウンホール両方の統括官庁だったり、うん、ね、野際さんという方が、はい、あの僕にそういう持ちかけてきた話だった、はいはいはい、まあ、そもそもはだから小白一之助があって、 そうですよ、でその後継企画として、うん、一之助に匹敵する人は誰だっつって、うん、まあ、1人じゃ無理だから2人ぐらいいればっていうことで。失礼だって怒れよ。何も言えねえよ。ここは似てる人のモノマネじゃない、それ。今モノマネしてた。モノマネじゃない、モノマネしてね、北島康介。何も言えねえって言ったね今。あ、そうだった、うん、痩せてる頃はね、北島康介に似てると言われてね、気がつかなかった。何も言えねえってちょっとたまに言ってましたけどね、気がつかなかった。そこまではもういいでしょう、引っ張らなくても、太っちゃったんだから。いや、まあ、太っちゃった、ね、トニーの名前太っただけじゃないと思うよ。似てない原因は。そう、丸島康介、いやー、丸島、北島でいいだろう。確かに。なんか増えて巨人来そうだよね。直前には言えないからね。小白一之助で、もう毎回ね、うん、完売で、うん、で、一之助兄さんが抜けて、はい、じゃあ、満喫とマルコが入りますと。おぉ。じゃあ、チケットが激減したんですよね、売り上げがね。はい。で、その宣伝のために、ポッドキャスト立ち上げたっていう話ですね。そう、これ。そうだ、そういう優勝正しいポッドキャストですね。そうそうそう。宣伝をちょっと強化しなきゃダメだよっていうことで、うんうん、立ち上げたのがこのポッドキャストですよね。その当時はね、まだ満喫という名前ではなく、キツツキさん。そうだよ。あ、そうでしたね。懐かしい名前だね。ね、で、今みたいに売れっ子になってね、夢空間の仕事もいっぱいある満喫さんとは違って、マルコさんはね、はい、NHK で大賞を取ったけど、まだ夢空間で仕事したことないんですよね。ない。何が言いたいんですか。だから NHK の大賞を取ったのに。マルコさんの気持ちはちょっと分かった。なるほど、嫌だね。嫌味な男だね、この男はね。なるほど、最初から気がついてることじゃない。知らなかったな、俺。いや、10年も付き合ってて知らなかったな。いや、でも見ようによっては嫌味じゃないからね。見ようによってはね、うん、本当ですよ。事実なんだから。どういう意味よ。そうそうそう、事実を述べて。いや、売れっ子って言われて、うん、あ、そうだろうねって、別に俺は普通に飲み込めるからね。あ、
満喫売れっ子だよね。いや俺の売れっ子と兄さんの対するあれだ、俺に対して売れっ子っていうのと兄さんに対して対馬っ子っていうのと全然意味が違う。売れっ子と対馬っ子は同じ土俵で戦えないから。全然違う。それは違う。対馬っ子はただの事実だから。そうだ、それが事実っつうんだよ。売れっ子は客観的事実に基づいてないからダメなんだよ。それは対馬っ子がだって客観的事実じゃん。お満喫、はい、いやいやそれは自分のね、うん、中で基準あると思うよ、はい、ここから上行ったら売れっ子みたいな、うん、でも、うん、もう、うん、平均的な落語から見たら、うん、お前の売れ加減は売れっ子なんだよ。いやいやいや、それは客観性がないですよ。いや本当に、いや客観性ない。一番お前だぞ今。いや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 、お前だぞ。いやいや、科学的基準に基づいてない。笑福亭玉理論によると、はい、東京で売れるということはたくさんの落語会に出るという、うんうん、はい、で寄席にも入るという、はい、つまり満吉さんはもう売れっ子、うん、あそうだ。で一方、うん、あの大阪でいう売れてるっていうのはテレビに出ること。だからマルコさんは売れてるんですよ、うん、大阪で。待って、俺のポジションがねえじゃねえか。そしたらよ。いやでもあの対馬のレベルあれで言うと、そうそう、対馬の売れっ子、はい。なんか俺だけスケールが小さいな。対馬の売れっ子は間違いないでしょうね。対馬では多分俺一番売れてるよ。対馬のケーブルテレビとか出てます、ね、出てる出てる。対馬で売れる条件は対馬に住むことでしょ。うん、対馬に移住すること。すごい。条件はそれだけ。住みます芸人じゃん。ただ踏み込めるかどうかだから、そこに。あ、なるほど、ね、勇気が必要だね。でもほら小白さんの場合はね、あえて、うん、あの影に隠れてね、うん、だってこれ以上お客さん呼びたくないとかね、そういうやつなんですね。どん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 あのお客さんを、ね、そういうやつなん、セレクトしていくからね。そういうところある。だから一向に人数が増えないというね。増えないですね、僕はね。増やしてないからでしょ。増やそうとしないから。増えないだけじゃない、これは不思議なことに減らないんですよ。そうそうそう、うん、本当にだからね、本当に素晴らしいですよ、うん、それぞれ。だそれはもう選挙に出ることによってやっぱガーッとこう増えるんですか。いやいや、だから選挙は残念ながら今回俺出なかったから。今回はね、出てないから、うん、参議院の方はね、なんかね、うん、あれですよ。僕があの集まれ信楽村っていうのにね、うん、客席にいた時に開演前にね、はい、あ、小白さんが今演説してるで、周りの女性たちが行きますって言って、興味ないから行かないですか。ちょっと広瀬さん、なんで興味ないんですか。いやいや、日本の未来がかかってるんですよ。選挙には興味があるからね。選挙には行きます、うん、小白さんの演説には興味がある。おい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 、落語だけってことか。まあ、あの小白さんがそれすら飲み込んでもらえなかった今。いやいや、ね、当たり障りのない話をして、それで聴衆を騙して盛り上げる感じはもう想像しただけで分かる。広瀬さん騙してるじゃないですよ、乗せてるんですよ。でも中身はないことを言ってるんでしょ。中身はないです ね、 中身はないですよ。言っちゃダメなやつじゃないか。誰もそこは求めてないですから。そう、中身はないけど盛り上がる。盛り上がります。すごいね。そういうね、こうなんか騙しのテクニック。騙しのって。これ言っていいのか。誰の応援に行ったの？水道橋博士。ああ、なるほど。うん。出てますね。今ね。そう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 。うん、まあうちの師匠ともさ、うん、ずっと若い頃。あ、付き合いがね。そう、なんかライバルみたいな感じで。関東高田組とかね。そう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 。そうそうそう、浅草キッドと立川ボーイズでどっちが一等なんだみたいなんで。で俺が入ってすぐぐらいだったかな、なんか、うん、本当に若い頃はなんか楽屋でバチバチしてたんだって。へえ、その2グループが。へえ、でお互いその仕事とかも安定してきてっていうので、うん、俺が入門してすぐぐらいになんか手打ちの会みたいなのがあって、へえ、うん、でなんか舞台で対談みたいのして、うん、でそっからなんか仲良くなってっていうのがあって、だね、ずいぶん前に水戸橋博士が炎上したの、まあちょくちょく炎上してるけど炎上した時もうちの師匠は水戸橋博士は友達だから擁護したいみたいなこと言っててさ、うん、ね、炎上仲間ってことじゃないですか。何を言ってるんですか。ね、うちの師匠志らくは正しいことを言ってるんです。そうです。はい。そうね。引き伏しに走るね、また。うん。そうそう。早いよ、俺は。俺すぐだから。すごい、足速くなったね。遠隔操作ができないからね、これが。そう。うん、で、それあったから、うん、で、水戸橋博士と、このコロナ禍でたまたまタイミングがあって、うん、トークイベントをやらせていただく機会がありまして。うん。うんうん、でそこでこうなんかご縁ができて、うん、で応援に来てくれよっつって、そうそうそう、連絡もらったから、あ、ぜひ勉強させてくださいっつって、うん、大変に勉強になりました。なんで、うん、なんでなんでって何が勉強になったの。
いや、それはなるでしょう。何が勉強だった？教えてほしいもんだ。秋葉原の駅で、はい、矢倉が組んであってさ、はい、でそこでなんかフェスみたいな感じでやってるわけ。はいはいはい、なんかミュージシャンが出たりとか、あ、なるほど。でいろんな人が出てこうやってる中、うん、まあその何し支持してる応援してる人たちも集まってるわけさ。はいはい、で、うん、それとは別に秋葉原の街を行き交う人たちの足を止めないといけない。うん、昔の公爵士みたいなこと言ってね。そうそうそう。ね、だからもう、まあ、言ってみたらさ、その、もともと応援してる人たちっていうのはさ、まあ、こっちからしたら桜だと思えばいいわけで、何言っても盛り上がってくれるから、だからここを起点にいかにその秋葉原の街で行き交ってる人の足を止めさせるかだと思ったから、俺はまずオタクの代表だと、俺は間違ってないから。で、秋葉原の街がどう変わってきたかっていうのと同時に、今オタクシーンでまあまあちょっとあのバズり気味のものをいくつかトピックスとして出したのよ、うん、そしたら、うん、そこにいる、まあ言っても俺が桜だと信じてた、うん、彼ら彼女たちが、うん、その話題に全くついてこないから、うん、全然盛り上がらない。なるほどね。ああこれ違ったと思って、まあ、ねちょっとね、うん、まあレベルというかそれが高すぎたということ、ちょっとね、話題自体、ね、でもそれぐらいちょっと尖ったこと言わないと、秋葉原に来てる彼らの足は止まんないと思ったから。実際足は止まったんですか？全然全然止まんない。どっちにも刺さってねえじゃねえかよ。どっちもダメだった ね俺闇雲に打ち続けたんだ。じゃあ弾を。そうだよしかも内容がないですよ。内容がない。死んだような顔。内容がなくて内容がなくて結局桜の皆さんを盛り上げておけば、うん、あなんか盛り上がってんなって止まる可能性の方が高いんですよね、うんうん、そう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 。でも俺そこは大丈夫だろうと、うん、勝手に盛り上がるだろうと、うん、大丈夫だよね。いやその前から予感はあったんだよね、はい、それでは続いては、はい、立川こしら師匠ですって思ったんだけど、あんまりそれは、ね、あの期待されてないから、ね、確かにね、あれと思ったんだけど、まあ、この間こしらの集いで聞いたことによると、そのみんなが受けなかった理由は疲れ果てていたという話もなんかね、うん、ありましたけど ね、まあ、それを疲れのせいにしちゃいけませんよ。僕の話題のチョイスが良くなかったから。そうか、うん、難しいもんだね。難しいね。ちなみにですけど、その、うん、今バズりかけてる秋葉界隈でっていう、それをちょっと一個二個教えてもらっていいですか？なんで？いや、もう心が動くかどうかちょっと調べたいので。え、だってそんなに詳しくないんでしょ？詳しくないですよ。それの君に言ったところでさ、はい、当たるわけないじゃん。あ、まあ、まあまあそうですよね。あのガンダムカフェがいつの間にかなくなってた。はい、ああ、なくなったんだよ。いや、そうなんですか。あ、これ来る？これ来る？ガンダムカフェありましたもんね、秋葉原の駅にね。うん、はいはい。来る？羽田空港にあるじゃん、ガンダムカフェ。あ、知らない。俺の方が、俺の方が詳しいの？ガンダムカフェのあるなしでオタク度は測れないと思う。まだ測れないの？まだ測れないと思う。そうか、増上マンだったな、それ。増上マン。増上マン。増上マンって何でしたっけ？ね、マルコさん。そう。あ、そのね、マルコさんが増長してるって話をね、こしらの集いでね、こしら師匠がみんなに言ってたんですよね。増長してる？え、まあ増長してるっていうか。今回、まあ言っていいのか悪いのか分かんないですけど、うん、あの結構マルコさんが、あの、まあ、この運営している事務局があって、はい、でその方たちがね一生懸命やってくれたんだけど、はい、マルコさんも中心的な存在としてやってたんですよね、はい、だからマルコさんのおかげで会がこうやって成功しつつある探り探りな感じになってるけど、まず間違いないよね、それはね、うん、私が中心で動いてる？うん。何を？え、ね、何を？そうなんですか？今回少なくともこしらさんはそういうふうに捉えてた。うん、何よ今日、え、聞いてねえのお前は。いや、ガンダムカフェ調べて。そもそも聞いてないのがおかしい。聞いてた。いや、あ、それは君おかしいよ。いや、すごいな今何を言ってるんだ君は。目つぶったまんま投げたよそう、私は話を繋いだだけですよ。いや繋いだだけだけど、一応ほらその繋いだ話がさ、マルコ返してこっち入ってくるわけじゃん。そうですね、はい、そうだから俺からすると、はい、その何、芸人側の窓口はマルコじゃん。そうそう、まあ、窓口はそうですね。そうでしょ、はい、直接話はできない。だからほら、満喫さんの携帯が壊れててなかなか返信されなかったメールがあったじゃないですか、はい、
件が、はい、その件について小白市長が見解を述べられていましたよ。私の携帯が壊れた時、そう、うん、あのマルコが、はい、打ち上げに参加するかしないかの出血を取ってる、はいはいはい、でしょ、はい、でその時に参加する人は返信くださいと、はい、参加しない人は返信し、はい、いりません、はい、で、うん、書いてあったね、書いてあったでしょ、うん、なんでこんな変な決の取り方するのと思って、うん、まあまあね、そうよね、うん、コミュニケーションではないですって言ってるわけだからね、つまり丸バツでその態度で示せってことでしょ。まあね、だから、うん、マルコさんが当日困らないようにね、僕はあえてここで出したんですけど、はい、うん、なんかあったんですか。小白さんは、はい、とてつもないことを考えてましたよ。何ですか。だからあえて言ってきました。あの広瀬さん当日面白くしようと思ったのに。あ、そうなの、ビッグイベントは。そう。じゃあここまでにしておきましょう。いやいや、もうここまでいったならあのマルコのわだかまりになるといけないんで。今あの、ね、わだかまる理由ないと思う。いやもうね、わだかまり1個抱えてるから。あのね、別に締め切りがあるわけじゃなかったじゃん、あれ、はい、でしょ、はい、だから俺当日までメール返さないで、はい、会が始まってからメール返そうと思って参加しますって、はい、うーん、なるほどね。そんで打ち上げ会場行って、うん、なんで兄さん来てるんですかみたいに言われるじゃん、うん、え、来ないんじゃないですか、メール返したぜ俺、うーん、なんで俺の席がねえんだよ、出演者だぞ、誰か返せよ、じゃあ一人やろうと思ってたの。やりましょうよ、じゃあ。もうバレちゃったよ。もう無理だろうよ。いいじゃないですか、打ち上げ参加しますってメール返してくれればいいじゃないですか。いや、そうだけど、参加しない人は返さなくていいですがさ、うん、それはどういう意図があったのかなと思って。まあ、意図、言います？うん、聞いて。言っていいですか？聞いて。いいですか？聞いて。いいから聞いて。いや、本当のこと言います。うん。万吉さんがね、うん、もしかしたら参加したくないかもしれないと、うん、ね、おー、なるほど、ね、もしかしたらですよ、そんなこと思うやつじゃないじゃんよ。ね、今まで一回だってこいつ打ち上げ来なかったことある？打ち上げったら全部来てるよ。ないですよ。だってナンバさんいるしね。そうだと思ったんですけど。ナンバさんと差しの方がいいですね。やっぱなんかね、うん、昔ナンバさんと二人で抜けるかもしれない。メールを返さないということに対して、うん、ちょっとなんていうのかな、うん、私がそう、ちょっとストレスを感じるみたいなことを言ってたことあったじゃないですか、うんうん、ね、メールを返す返さないね、そう、そんなんでストレス感じんの、え、それはどういう文脈で、え、だから例えばじゃあみんな参加しますよと、ちょっと揉めないでよ、私はおめえだよ。なんでほっとけばいいじゃないかよ、そんなさ、だって俺の話でくれメールなんだからよ、いいじゃないかよ。いや俺マルコ違うよ、気分悪いね、言い出したのはプロデューサーだからね。マジっすか。俺はあの会場内で消化されるネタでよかったのに、プロデューサーがわざわざ引っ張り返してきて、中心打ってるって言ってるよ。こいつらがね、マルコは中心打ってるって言ってんだけど。まあ火のないところに煙は立たないから、ね。まあね、うん、火はあったよ、確かに。言ったから俺。本当に言ったから。やっぱりだからそのね、マルコさんが中心になってやってくれてるおかげで、うん、本当に非常に円滑にうまくいってると、ね、こういう楽しい話題もだから、まあ、お届けできるわけじゃん。ただまあちょっとね、つまずくこともあるでしょう。今の発言が一番悪意ある。今の発言ね、本当に助かってますとかいう言葉が一番悪意。マルコさんとしては本当に遠慮というかね、だからストレスならないように、うん、いやちょっと参加できませんっていうようなメールをね、うん、するのはよくないかなという思う人がいるかなと思って、うん、そういうふうにしたわけでしょ。優しさだよ彼の。で、あとだからその優しさって言ってる人を落とし入れようとしたの。優しい人を落とし入れようとしたな。行きたくなかったら行きたくないって書かないですよ俺メールで。だからただあの時すぐ返せなかったですよね。え、いや、マンキちゃん参加で返しますよ、うん、なんでこいつ返すんだよと思って。いやいや、もうだってギリギリまでこれ待つ案件だろうよ。なんとなくこういう冷たい文面って俺のことを意識してる場合が多いなと思うから。早めに、違う、なんか冷たいのよ文面的に。あ、意識、なんかシャイが出るのよこういう。違う、気がついたの。何、マルコって、うん、下に対して、うん、すごい尊大な態度を取るって気がついたの俺。ああ、それはね。うん。うん、やだ。そんなことないでしょ。俺が今までどんな気持ちだったかってことは分かった。いや、違うよ。満喫はそのタイプじゃない。え、違うの？うん。
違う、おびっくりしたもん、マルコが。何ですか、マルコがなんか下にすげえ命令してるとこ見てさ。あれね、東北の旅の時。そう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 。してないでしょ、ご当地の。じゃあ夢かな。そんななんかあっちのこうしろとか言ってましたよ、私。夜中にコロッケ買ってこいとか言ったんですよ。男子師匠でしょ、コロッケパンが食いて。そうだから、叩き起こしてこいって言ったらしい。もししてたならそれは言っていいですよ、存在ですよ。そうだよね、コロッケパン夜中に買ってこい。雪の日に雪のしんしんと降る晩に、あのコロッケパン買ってこいっつって。あんなとこじゃコロッケ売ってるとこそもそもねえわ。あんな田舎じゃ。だから誰か起こして作らせろ。それは家元が言ったらそういうことですよね。そういうことですね。そう、乱暴だね、まる子ちゃん。やってないでしょ。コロッケパン作ってこいは違うでしょ、男子師匠でしょ。メンチカツか。メンチカツじゃねえよ。アレンジしねえよ、そんな。アレンジして弟子にやらせるとかもう頭おかしいだろ、そんなの。あ、この圧の強さ。後輩に対する圧の強さ。ね、大丈夫、マンキッちゃん。ちょっと心に今傷を負ったんじゃないの。いや、負ってますね。今のはちょっと言い方きつかったもんね。言い方きつい。朝から気になんだよ、なんか知らないけど。あ、パワハラだな、これ。なんか機嫌が悪いからね、人に当たってますよね。そう。当たってませんって。なんか、そんなの強い。なんか、気持ち悪いとしてんの？まあ、解決しないといけない。やっぱり、うん、なぜ機嫌が悪いのかと。それを聞かないことにはね、やっぱり、解決できないじゃないですか。悪くないですって。全然悪くない。そうですか。はい。悪くない。でもね、本当にマルコさん、来る前ね、はい、噂してたんですよ、うん、マルコさんは声がいい。そう、そうです、ね、ありがとうございます。広瀬さんが本気で褒めてるの、これは今回初めてだから。今までマルコの関してちょいちょい褒めてくれたんです。あれは嘘、全部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 褒めてますよ、全部嘘です、そんな。いや、心から、だからね、今日声はいいって、まあ、今日収録してる今日ですよね、うん、はい、なんか2人揃って出る落語会があるんでしょ、うん、今日ね、うん、今日あります。で、それが何の会でしたっけ？獅子丸の会です。ね、獅子丸、立川獅子丸。はい。だ、獅子丸って声いいですよねって話をした。あ、声いいですよね、低音でね。あ、そうなんだ。やっぱみんな思うんだ。俺全然わかんないから。だからね、顔を思い出すといい声っていう気がしないわけ。いや話の流れでマルコが出てきたの。顔を見るとね、マルコさんもいい声じゃないですかって言ったら、え、いい声って言うから、うん、顔を思い出しちゃダメ、ダメ。顔で判断してんな。いや、だから広瀬さんはね、俺は違うよ。いや、だから顔は向かってラジオがつくは違うだろう。それ感情乗ってんだろう。あれ聞こえちゃった。聞こえてるよ、バカ。いや、耳もいいね。聞こえてるよ、バカっつって。耳もいいですよね。え、違うの。ちょっと今日イライラモードだからね。申し訳ない。普段は言わない単語入っちゃいますけど。でもね、商店とかで見てると、うん、絵が入ってくるから、うん、声の良さが分かんないんだけど、ラジオとかで聞くとすごくいい声なんですよ。なるほどね。ポッドキャストもね、いい声なんですよ。だから獅子丸もね、うん、いい声だって気がついたのは、志らく師匠のお芝居の影穴やった時だ、ね、うん、いい声の人いるなって、誰だっけと思って、そしたら獅子丸です。そうなんだ、だからやっぱりね、顔とね、声は別なんだ。別だって、ね、マルコ、顔がなくなればいいって、うん、顔がなくなればいい。スケキ用になれって。顔はないとっぺんだから、やっぱ顔あった方がいいんだけど。あのね、うん、焦点で答えるときにね、うん、ちょっとモニターがあって自分が映るんですよ、うん、で見えるわけですよ、はいはいはい、で自分がちょっといい声で答えたときに、うん、あれ見た目とギャップあるなとは常々思ってました。あ、やっぱり感じるんだね。自分で自分見ることってあんまないじゃないですか、うん、あれ、はい、この見た目の割にはいい声だなって思ってます。どんな声が合うかだよね。要するにね、見た目。お前のその自己肯定感はどっから来るんだ。あ、それはね、やっぱ育ちじゃないですか。でもいい声ですね。そうか。か、声の良さが俺全然わかんないんで、俺耳が悪いのかもしれない。いや、いい声っていうね、基準はいろいろあるでしょうけど、うん、やっぱ深みのあるね、男らしい、しかもよく通る声ですよね。ちょっと何急にマルコ褒め出して。いや、いいんじゃん。今のところ、まあ、声質だけですけどね。いやいやいや、いや、声質だけって、お前、今まで褒められたことあるの？じゃあ、何かを。広瀬さんはずっと褒めてくれる。何を？落語。落語は面白い。今の速さは軽いだろう、どう考えたって。腰が波の速さ。3文字だもんね、3文字。腰が波だ。声は2文字だからね。声の方がね、言いやすいわ。うん、声。声ね、早くね、小白さんになんかメールするとね、うん、即返ってくるからね、うん、ありがとうございます、さすがですみたいな感じで、うん、心がないって感じがね、うん、心がなくはないですよ、うん、早いっていうだけじゃないですか、うん、早いイコール心ないじゃないじゃないですか。いや、僕はもういつもだから褒めてます。だからその今早いイコール心ないだろう、ね、今、うん、
絶賛発売中の落語の目利きというね、はい、本の中でも、はい、この3人それぞれのことを褒めまくってますよ。そうですよ、まあ、満吉さんは興味ないでしょうけど、興味ばっかりだねでも買ってないですよね。今日何言って戦ったなんでくれないのかっていう、いやいや冗談言ってきます。買いましたかな本当に。買ってないでよ。いやお値段知らないでしょ。いやいやいや、ブックカバーがかかっちゃってるからねまあ、その話は散々したから言い訳がひどいね1300円でしょでしたっけ。そうだおいなんだ正解知らねえのかよ。出題者もお願いします。2200円じゃありません。そう2200円。そのこと言ったの。いや、みんなはそれあれでしょ、本を買うとか買わないとかのレベルじゃ、うん、俺その出版記念の落語会の宣伝を俺の落語会でやったぐらいなんだから。そうそう、やりました。君らとはもうやってるレベルが違うよ。違うね、やっぱね。でも言っとくよ、読んでない。おい読んでせめて読みなさいよ。連載持ってたからとかでもないでしょね、かしめくんのことも書いてますからね。本当ありがとうございます。いや本当ありがとうございます。素晴らしいことだ、ね。まあ、こうやって広瀬さんが発信してくれることによって、はい、我々の会もこのコロナ禍で一切ね会できなかったけど、はい、それでも、はい、ここまで存続できたっていうのは、はい、やっぱり広瀬さんのその発信力のおかげだったと思うので、あとマルコさんの仕切りのおかげですね、はい、うん、打ち上げだけね、打ち上げだけね、はい、そうなるとね、みんなの力が結集して、はい、また復活したっていうのは本当に私は喜ばしいことだと思います。はい、素晴らしいことでございます、はい、なので、はい、というわけで7月16日、チケットは完売でございますが、うん、チケットゲットできた皆さん、ぜひ内幸町ホールお越しください。我々の珠玉の落語、そして広瀬さんとのトーク、うん、お楽しみいただけると思います、それではプロデューサーに締めていただきましょう。お願いします。はい、落語会楽しんでください。新日本の揚げポッドキャスト